小幡インターチェンジは、愛知県名古屋市森山区緑ヶ丘にある、名古屋第二環状自動車道のインターチェンジである。名古屋 IC、名古屋南 JCT 方面への入り口と、同方面からの出口のみを持つハーフインターチェンジである。この IC から、清須 JCT、名古屋西 JCT 方面へは行くことはできず、同方面からの本線流出もできないことから、流出入にあたっては、 隣の松川戸 IC を利用する。この IC は隣の大森インターチェンジと同様に半近く間の途中にある。計画段階から主要地方道名古屋多治見線との連絡が格作され、当場所に当該 IC を設置する理由ともなっている。オフランプに隣接の陸上自衛隊森山駐屯地。以前は画像左端まで自衛隊の自動車教習所が 展開されていた。当該 IC 付近は、元は陸上自衛隊森山駐屯地の宿舎と自動車、教習所があって、ここを名古屋環状2号線が通る計画とされた。このため、宿舎については同一敷地内に代替建築することになったが、教習所については小牧次第草に移転させることで合意を見た。しかし、移転先の用地買収に手間取り、 これが1993年12月の勝川 IC 名古屋 IC 関連新における同時開業ではなく、それより4ヶ月遅れで開業する要因となった。なお、自治体からは本線の一刻も早い開通を要請されたことから、全 IC を同時供用できないことについては問題視しないとされた。開通は1994年3月30日15時とされ、 愛知県道15号名古屋多治見線と当該 IC を連絡する国道302号の200メートル区間も同時供用された。なお、開業以前は流線テラインターチェンジと仮称されていた。トールゲートは国道302号と住宅街に挟まれるようにして配置され、もともとは1ゲート計画のスペースにその後の 計画変更を受けて2ゲート方式に変更されたため、スペースの制約を受けて前後に縦分離されている。前方が ETC 専用、後方が一般用である。園運用は時間帯やメンテナンスなどの事情により変更される場合がある。ありがとうございます。